どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんが大好きな曲、プレイしてみたい曲、どんどん弾き語り、弾いて歌う弾き語りができちゃいますよ、ということで日々簡単ウクレレレッスン動画公開してます。今日も張り切ってレッスンしていきますよ。今日取り上げたい曲はこの曲です。ドン、バウンディさんのタイムパラドックス。この曲はですね、ドラえもんの映画の主題歌です。ドラえもんのび太の地球交響楽という、このね、アニメ映画の主題歌になってるんですけどね、この曲もう今日ね言っちゃうけど、これ書いてあるじゃん、高難度です。高難度、これ難しいです。今日初心者の人はですね、もう諦めてください。諦めてくださいっていうか、もうやればできますよ。もう集中して。何が難しいかというと、途中転調といってですね、キーが変わるんですね。それがね、変わるどころじゃないんですよ。まあちょっともうこれはね、もう今日はね高難度です。見たことねコードが、見たこともないコードがいっぱい出てくるんですけど、これをやらないとですね、この曲のね、あの不思議な感じがね、あの4次元ポケットの雰囲気が出ないんですよ。だから今日はもう簡単バージョンも、もうめっちゃ難しいコードが出てくるんで、まずだから簡単バージョンはただのゆっくり4つ弾きバージョンです。コードは難しいですからね。はい。で、後半はそこにリズムが加わってきますからですね、もうとんでもないことになってますけど、いい曲。これはね、もうグッときますよ。まあでも本当時間かけて、もう自分のものにしていきましょう。今日はそういうタイプの曲です。だから今日は高難度で、はい、やっていきますんで、もう覚悟しといてください。まあだから初心者の人これ見たらもうギャーっとなっちゃうけれども、いずれできるようになりますから、はい、ちょっとベンチマークしといてください。さあ、本日はですね、はい、G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使っていきます。この初めてウクレレはただいま Amazon でですね、即です。即ゲットできるようになってますから、ぜひ皆さん Amazon で初めてウクレレと検索してみてください。はい、そしてこの G ラボのウクレレとしてね、いつもだいたい月の中盤から後半ぐらいに申し込み受付予約販売ということになってて、月の初めぐらいはね、まずですね、今全国の楽器店さんでちょっとずつね、G ラボのウクレレ取り扱い、増やしていただいております。そのね、ショップ取り扱いショップリストを概要欄に貼っとくんで、ちょっとね、見てみてください。はい、それとですね、はい、最新刊ガズの楽譜の本、ソングブック6大好評発売中でございます。他にもバーっといっぱいあります。もうね、今年20万部突破というね、もうすごいことになってますので、ぜひ皆さんガズレレの楽譜も合わせてご活用ください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンです。今も言ったけど、今日は、高難度ですから、まずね、簡単バージョンっていうか、ゆっくりバージョンです。前半はゆっくりバージョン。後半はリズムキレキレバージョンというこんな感じでやっていこうと思いますね。これ今日はね、もうほんと、コードの解説じっくり見てください。途中で入れてきますんでね。まずはゆっくりバージョンやってみますから、そのガズのこの指の動きとか、このコード、ここに出るコードの感じとか見といてくださいね。これは今日はなかなかすごいです。はい、じゃあやっていきます。タイムパラドックスバウンディ。まずは初心者さん、初心者さんじゃないな。ゆっくりバージョンでやってみる。 1,2,3,4。 あのね、君と出会ったことを今でもずっと覚えてるけど、でもね、それはずっと先の未来の話を横で帰っとす、yeah、 あのね、僕のポケットの未来を覗いてきっと笑ってくれるから、これはいつかこの先で会うあなたの痛み先で会うあなた。
だろう。痛み一つ拭う魔法ねえ、ほらしまっておきなよねえ、笑出てほしいからねえ、笑出てくれよ。せーの、バウンディのタイムパラドックス、ガズレレ流ゆっくりバージョン見た？コード見た？タイムパラドックスって感じだった。もう4次元ポケットがこうギュギュってなっちゃう。歌も難しいんですよ、とか転調してるから、なんか不思議な感じでしょ。なんかあ、なんか音程がなんか、あれこれ合ってんのかな、合ってない、これがね転調だから。この音の魔術師バウンディですよ、音魔術師バウンディ、はい、がやってるこのね、このキーを変えるっていうところも一個の表現だからね、こういう曲ってもうね、簡単にできないんですよね。まあだけど、たまにはね、もう脳トレとしてやってみてください。コードすごかったでしょ。これ、この後じっくり解説していきますけどですね。いやー、またどうやらことになってんですよ。まあ今日はだからちょっとかなり特殊ですね。そうだな、もういきなりだから、今簡単バージョンからコードの解説していっちゃおうかなと思うんだけど、あ、まず最初にそうだ、あの楽譜をですね、見ましょう。今演奏してたのはこのガズの手書き楽譜にいつも書いてるね、これを、見ながらやっていったんです。もう今のね、あのオリジナルのショート、そう、今言い忘れてましたけど、オリジナルのガズレレオリジナルのショートカットのアレンジバージョンです。1番の部分全部やって、で、1番も2番も3番もね、もうないようなね、ずーっと繋がっている不思議な曲なんですよ、このタイムパラドックスっていう曲が。だからきっとここが1番の終わりなんじゃないかなっていうところ、多分ガズが思うにはですね、ねえほら、しまっておきなよっていうところで1番が終わるんじゃないかと思ったんですね。本当は繋がっているんでちょっとわからないですけど、でそこで一回こう切って、その後ねえ笑っててほしいからっていうのを2回、ねえ笑っててくれよって最後言う、この最後の最後のやつをひっつけてオリジナルアレンジにしてます。これね、もうこれだけでもかなりボリュームあるんですから見てください。まあだから今も言ったようにガズレレオリジナルショートカットアレンジですけど、やってみてもらいたいんですけど、まあ難しいんですよ、この歌も。この見てね、はい。で、これをね、もうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしよう。ほら、高難度って書いてある。シェアしようと思うんですけど、今ね、大変便利なサービス、ガズクラブが始まっているんで、ちょっとこれ見てください。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブ、メンバーになるとその楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。高難度タイムパラドックスバウンディドラえもんの主題歌です。高難度ですよ、もうここら辺だよね、コードがもうこの辺がもう見たことねえコードばっかりで、はい、じっくり後で解説していきますよ。なんで今日はもう本当にね、もう地道にやってください。こうやって映すところで皆さん一時停止で書いていってください。はい、これ今日ガズクラブに入っていただいて、このね、楽譜ゲットしてもらうのめちゃくちゃいいですよ。いつものことですけど、この、
言葉のタイミングもめちゃくちゃ難しいんですよ。全部裏拍できます。なんか聞いてるとね、 のんびり歌えそうだけどやったらわかるから。はい、ガズのこの歌の特徴は、この歌詞のタイミングがこの歌のこのこれでわかる。あのね、君と、うん、出会ったことを今でも、うん、みたいな。すごい裏拍でね、もう16ビートのノリなんですよ。これかなりね、ガズクラブ参考になると思うんですね。ぜひね、ガズクラブで楽譜のダウンロードもご活用していただきて、お時間の方はこれ一時停止で書いていってね、今、いきなり書いて、イントロもね、すごく難しかったんで、まぁ、ちょっとそれどころじゃないなと思って、もう歌からです。歌からでも十分かっこいいと思いますので、ちょっとやってみてください。はい、まずは A メロと B メロというふうに、ガズが分けたところですね。いやー、この辺からもうやばいコードがいっぱい出てきますから。はい、そしてここの C パートのところで戻るのか、だから一回ね、だからここで戻るのか、だからここの B メロっていうところがちょっとやばいってとこですね。はい、まあ B メロだけなんだけどね、あとは簡単コードで収まってますから、ここだけ、ここっていうか A メロの一番最後から B メロにかけて、ここの3行がクリアされれば大丈夫だけど、ここがすごいことになってますということですね。はい、まず C メロと D メロ一時停止で、だから簡単バージョンからいきなりワンブロックコード4つとかになってますからね。はい、だから今日は簡単バージョンの表記がないってこと、つまりはな、ほいほい。ほんでここ最後ですね、はい、ラストって書いてある。多分だけど、ここまでで一番なんですよね、ガズが思うに。で、ここの、こことここは、ガズが、後でつけたエンディングのラストの2バースって感じだと思います。はい。まあ、ちょっと動画のテロップと一緒に合わせてやってみてください。じゃあ、出てくるコードを早速解説していくんですけど、まずこれ、この入門コードも出てくるんですよ、言っていきます。C と Am と F と Dm、G7 と E7 と Am。この今映ってる7個は、これは簡単です。簡単。これガズレレ必須コードという、コードのグループなんで、これね、めちゃくちゃ簡単。これ概要欄に貼っとくんで、初心者の方、これはマスターしてください。で、こっちはいいんだけど、ここの3行、A メロのこことこことここの3行で出てくるもう、このコードがこれです。言っていくと、D シャープ、G で、B マイナー、A、F シャープ、C、オーギメント。このだから7個のコード。だから全部で今日14個コード出てくるってことだけど。ちょっとこのね、今映ってるこれを今から、解説していくことにしましょう。まずは、どんどんいきます、ね。D シャープ。これはね、押さえる場所。ここと、ここの3箇所です。こうやって押さえます、ガツは。こうでもいいですよ。こっちの方がちょっと難しいけど、こうやって押さえられれば最高。ここと、ここ。D シャープ。押さえづらいね。はい。次です。次、G です。これ、毎度おなじみですね。ガズレレでは結構 G7 というコードが登場するんですけど、ここと、ここなんですね、G は。こうです。はい。これか、あるいは、こうでもいいですよ。はい。で、ガズの場合はこうやって押さえてますね。人差し指が3弦、中指が2弦、薬指が、じゃあね、違う。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。ややこしいな。これ口で言うのね、難しい。これが結構調子いいんですよ、ガズは。もちろんこれでもいいです。指1本でちょいと押さえて、ちょいと足す。G ですね。これがね、出てくるんです。G もちょっと押さえづらいですね。で、D。D は、はい、押さえましょう。ここと、ここ。こうやって押さえます。こうでもいいんですけど、1弦の開放弦鳴らすからね。このぐらいビチッと反れればいいけど、指が反れればいいけど、こういう風に。だから、ガズはこうやって押さえてますよ。で、場所が、要は2フレットだけだから、こういう風に押さえてると指入んないから、こうやって角度をぐるっとつける。そうすると入りますから。ね。キュッと入る。はい。こういう角度です。ギューッと曲げてください。ギューッと。はい。これ D です。次からちょっとね、その前に A 行こう。A は簡単だから。A っていうのは Am と A7 をこう押さえる2つ。こうです。こことここ。これ簡単。でね、C オーギュメントもまあ簡単ですね。C を押さえといて、4弦の1フレット。これはよく出てくるよね。A も C オーギュメントもちょこちょこ普通のレッスンで出てくるんですけど。はい。次からちょっと難しいコード続きます。Bm。Bm っていうのは2フレット全部ギュッと制覇して、4弦の4フレットです。要は、Am ってあるじゃないですか、これ。これって要は考え方によってはこうやってやってるようなもんですよね、この指で。これが1個2個ずれて Bm です。はい。押さえる場所、ここと、ここですね。だから、こういう風に押さえてます。で、こういう風に指1本で押さえるのバレエとか制覇って言うんですけど、これもう1個今日出てくるんですよ。F シャープです。F シャープっていうのは、つまり F っていうコードってこれじゃん。で、シャープだから1個こっちに来たいんですよね。だからこの白い棒を1本連れてくる感じで、人差し指で全部の棒をさ、全部の 1フレットの全部の弦を押さえて、ちょいちょい F を押さえる。これが F シャープ。はい。
なんで B マイナーと F シャープつながって出てくるところがあるんで、この人差し指で B マイナーを押さえて F シャープ行く、 F シャープ行って B マイナー、こんな感じでいったり、この人差し指一本で押さえる制覇とかバレエとか言われるのがちょっと初心者さん難しいんで、これはねガズレレでは A シャープのコードでめちゃくちゃバレエ制覇のこと解説してるんで、概要欄にそれをちょっと貼っとくんで、どうやってこの指一本で全部の弦をうまいこと押さえるか研究してますから、それ見てみてくださいというような感じで、今ざっくり、早足でちょっと解説したんだけど、この7個のコードが加わるだけでね、もうすごい世界観なるんですよ。で、今ももうやったけれどさ。で、逆に、かっこいいバージョンで、こう、リズム感満載でやってる時の方が、スイスイといけるかもしれない。まず、シンプル簡単バージョンで、ゆっくりやる方が、コードを抑える時の、こう、隙間がね、見えちゃうっていうところもあるんですけど、まずは、今やった、ゆっくりバージョンで、簡単バージョンじゃなくて、ゆっくりバージョンで、コードの動きとか、形を確認するのがいいです。いやー、ちょっとこれね、もうマジでね、やばいんですよ。だからちょっとおさらいしとくと、A メロの後半の、もしも君の願い一つ叶うとする、未来変えるとするから、ちょっとね、ゆっくりレクチャーしてみましょう。いきましょう。もしも、君の、歌も難しいよ。願い、B シャープ一つ叶うとする、F、次、G、未来変えるとする、いやー、ここまでがまず、ジャブです、ジャブ。これまだこれから転調するよ、難しいコードが出てくるよっていうジャブです。ジャブです、すでに D シャープと G と A7 が。で、しかもここで、だんだん普通の C のキーから、次の D のキーに上がっていくから、音程もなんかふわーっとこう、なんていうのから変わっていくんですよ。ここの歌が一番難しいです。もう一回、せーの、もしも、君の願い一つ叶うとする、未来変えるとする、 Yeah、 はい、この歌すごいなんかこう掴めそうで掴めなそう。ここでだん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 キーが上がってるんですよ、これ歌いながら。で、こっから B メロ、あのねから今度 D に変わってますから、さっき C だったの、あのね、僕のポケットの未来を覗いて、忙しいよこれ。 G A D A B マイナー行って E7 で G に行って A、まあ、この流れはねもう覚えるしかない。まずはゆっくりやってください。いやーすごいね、これはいつかこの先で会うあなたの、はい、ここで F シャープから B マイナーだから、ここ F シャープ制覇しといて B マイナー、これは楽。ここ F シャープから B マイナー一個ずれるだけ、これ外してね、これはいつかこの先で会うあなたの痛み一つ拭う魔法、僕らの、ここでまた戻るんですよね。ここでキーが戻るんだけど、ここの戻り方が、もうなんかいきなりなんか違う宇宙にジャンプしたぐらいの異次元に行きますよね。ここの僕らのの声の音程も難しいですよ。ちょっとこれはいつかこの先、さっき今のところやってみましょう。これは、いつか、この先出会うあなたの痛み、一つ拭う魔法、ここから変わる。僕らの抱えてる魔法にはいつも、ワンブロックコード4つで最後の1個だけコードが変わるというような感じになりますね。はい、この後はまあいけると思いますね。秘密があって、でその後どうしても、この歌も難しい、一人じゃ使えないのさ、はい、だから聞いてね。で、今のゆっくりバージョンは伸ばしたんですけど、ここかっこいいバージョンで決めがあります。そんな今もこれかっこ、まあいいや、ひとまずかっこいいバージョンは一応整理すると後にしておきましょう。今4つバージョンでコードの流れる確認ということでやってますね。今のところでこの転調してるパート終わるんで、難しいコードはこの説明終わりなんですけど、だからこれは超高難度です。はい、ゆっくりちょっと、でもまあ楽しみながらね、やってください。かなり脳トレにはなると思いますから。はい、で今のでゆっくり簡単バージョンというか、前半やった今のやつの解説ですからね。でこっからかっこ
っこいいバージョンになるわけでございます。かっこいいバージョンではこれに加えリズムが加わってきます。どんなリズムかというともちろん16ビート。で、まあカッティングですね。カッティングはですね、あんまりもう今日はね、そのコードと歌のタイミングがもう超絶絶後の難しさだから、歌も難しいんですよ。歌をまずね、もう、まずウクレレ持たずに歌の練習しないとダメですよ、これ。もうガズさんもね、これは相当 ね、寝かせたっていうか、やりましたね。変わっていくところが難しいの、その A メロから B メロへと。はい。ってな感じです。で、まあ、一応今日出てくる16ビートのチャット、カッティングの解説を概要欄にあったるウクレレでできるリズムのいろいろなところに、URL があってですね、その先に行くと、濃厚解説レッスン動画があるんで、そこ見てやってもらいたいんですけど、ちょっとやってみようかな。まず、最初のノリ、16ビート跳ねた感じで軽やかにいきたいですね。 1,2,3,4 あのね君と出会ったことを今でもずっとどっこちゃっかたか跳ねた感じだんだんちゃっかたかだんだんちゃっかたかだんだ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 かちゃっかたかだんだか覚えてるけどでもねもうこの辺は大丈夫です。16ビートを力入れずにふんわり手首柔らかく楽しくやってください。で、ずっと16ビートなんですけどね。だからコードが変わっていく中でこの16ビートをキープさせる。これがまあすごいことなんですよ。もしも君の願い一つかなとふここ歌ね。未来かとふYeah, あのね僕のポケットの未来を覗いてきっと笑ってくれからすごいですよね。ここがね頑張ってください。ここは楽しんでください。はい。でポイントとしてはですね、その後 C メロの僕らの抱えてる未来の一番最後のところでちょっとだけ決めがあります。どうしてものところからいきましょう。どうしても「使えないのさ」「だから聞いてね」あのね今の「ね」のところで「チャッカパーン」ですね。でその前の F のワンブロックのところのコード1個のところの、ところは、まあ、16ビートのファンキーなリズムでカッティング入れられたら、入れられるとかっこいいかなと思います。軽やかに言ってください、どっちにしても。ガチャ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 、もうなんか暑苦しい感じにならないように、バキバキしないように音が。この軽やかにね、ドラえもんだもんだってドラえもんですから、もうね、ぴょぴょぴょ、ドラえもんってあれ浮かんでるらしいです。歩いてない。このぐらい浮かんでるんだってよ、知ってました？そんな感じで、軽やかに行きましょう。はい。あとは、だから、もう、解説としてはもう終わりなんですよね。もう、本当にこの、だから、A メロから B メロにかけての、見たことない難しいコード。これがまず第一ポイントでしょ。あとやっぱもう、なんつったって、歌の難しさですよ。これ歌い出しだってさ、あのね、君と出会ったことを今でもずっと覚えて、もうすごいですよ、言葉の裏拍で来る絶妙なこのポイント、これはもう聞き込むしかないです。まあでもやってできるようになってくるとこれがめっちゃ楽しいんですよ。もうこれはもうね、ドラえもんのね、もうテンションがもう乗り移っちゃって、もうねのび太くんもう本当にもう最高、もうとにかくもうすごいの4次元ソングです。皆さんじっくり時間かけて楽しんでください。さあそれではやっていきましょう。バウンディのタイムパラドックス、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 あのね君と出会ったことを今でもずっと覚えてるけど、でもねそれはずっと先の未来の話を横で見てるみたいなの。もしも君の願い一つかなと、Yeah, あのね僕のポケットの未来を覗いてきっと笑ってくれたら、これはいつかこの先出会うあなたの痛み一つ見ぬ魔法、僕の抱えてる魔法にはいつも一つ違う。
ーのタイムパラドックスドラえもんの映画の主題歌、もう4次元ポケットに突入しちゃうような曲でしたけど、16ビートだとやっぱりグルーヴが生まれてかっこいいし可愛いし、あの転調のとこも何とも言えない4次元感味わってください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。それとガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールが無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね。これここのガズレレ .com、 このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。